爸，你刚才去哪儿了？你可急死我了！我听人说靶场打起来了，还以为你出事儿了。别提了，可不是吗？真打起来了啊！怎么回事啊？我去参加那个赛枪会，我刚打完靶子，结果就有一群人拿着短枪就冲我冲过来了，然后就稀里糊涂就打起乱仗来了。你确定那些人是冲着你来的？对呀，我骑着马我就跑，他们就死乞白赖追，我这绕出去好几十里地我才回来。难道说他们认出你来了？不能啊，我戴着这黑蒙面巾呢。你笨呐，咱们上次打小鬼子的时候也都是骑着马蒙着脸，想不认出来你都难。有道理，有道理。这放眼两淮，天底下像我这种白马神枪的高手啊，确实不多。哎，你就别吹了，想想怎么过你爹那关再说吧。我爹？小川の上下流に渡って何百メートルも捜索しましたが、陸に上がった形跡を発見できず、捜査を諦めました。放棄？お前ら一体何やってんだ？数百メートルがダメなら数千メートルに渡って探せばいいことだろ？しかし、あの小川、上は山に、下は川につながっており、追跡は不可能かと。お前らの頭の中一体どうなってるんだ？50人以上の人間で、一人の人間も捕まえることができないのか？お前ら一体何で飯を食ってんだよ！申し訳ありません。しかし、当時はとても混乱しており、たくさんのヤクザ者が突然攻撃してきて、それから犯人は馬に乗っており、追跡は困難でした。その孫将というやつは一体何者なんだ？わかりません。彼は突然現れました。山口閣下、私が思うに、参加者は2種類いるはずです。一つは馬場の鍛冶屋、もう一つはヤクザ者。もし土地の鍛冶屋であれば、覆面は明らかにおかしすぎます。なのでおそらくヤクザ者でしょう。そうです。奴が乗っていた馬は汚く、泥と埃まみれで、まるで遠くから来たような、ここのものではないようです。奴らにこんな度胸があるとはな。ん？ジャンフ連氏？所詮奴らはトゥーフェイトリューマンの集まりに過ぎない。俺たちも奴らに少し遠慮してたようだ。命令だ。周遊船の中のどいどもを一掃する。投降しない者、反抗する者がおれば殺しても構わん。はい、はいはい、佐藤、今回の作戦はお前が指揮を取れ。大事なのはトゥーフェイドも屈服させることだ。そして俺たちに犯人を引き渡すよう持ちかけることだ。はい。李真同志们，今天发生的事情大家都应该知道。小鬼子居然派了几十个特务混进马场搞破坏。迫于目前的形势，我们必须马上建立起一支自己的队伍，保卫家乡，保卫我们的亲人，免受小鬼子、狗特务和土匪恶霸的欺压迫害。我们管这支队伍叫铁卫队，因为它是咱们铁工会自己组建的，同时也希望能把这支队伍建设成一支战无不胜、攻无不克的钢铁队伍。大家有没有信心？有。好，我宣布，从现在起铁卫队正式成立了。铁卫队战无不胜。战无不胜。